おはようございます。アントンチャンネルへようこそ。歩行ハウスへようこそ。東京へようこそ。今日はですね、古民家で吹き抜け作りますね。これは本当に素晴らしいプロジェクトだと思います。まだ終わってないんですけど、1回でもなくて2回でもなくて、まあこれは2回ですね。で、下はあれはキッチンになるよ。今はしごの上にいるよ。I'm standing on a ladder in an old Gucci shirt. これは Gucci からもらったんですね。ミラノに住んでた時。そういうニカボカも入っています。多分みんな心配してると思いますけど、そういう針とかは取れないし、これはちゃんと大工さんの友達と建築士の友達と相談したから心配しないでください。桁も全然取れるんですけど、それを取る前にはですね、まずいことにならないようにちょっと準備する作業があるんですよ。だからこういうビニール板とかこの桁とかまだ取ってないんですけど、まだ取ってない理由はですね、築85年の土壁なんですけど、でキッチンはあそこになるんですね。食べ物の中にあれを入っちゃったらまずいから、これを隠さないといけないんですね。だから左側には、ビニヤ板を貼ってたんですけど、これを隠れてから、まあそういう基礎、土台作るよう、フレームワークを作ってから、ペンキを塗って、これを全部取ります。これをやったら本当に違う家になる。めちゃくちゃ明るくなるから、最後までぜひ見てください。これもすごく危ないから気をつけてください。自分でも3.2 メートルなんですよ。こっちから1階の床まで。転んじゃったりするとまずいから、本当に怖いモーメントいっぱいあるから、こういうプライブを貼ってたんですね。気をつけてください。安全第一。この家を買った時点では置きっぱなしのものだらけだったんですけど、外では、すごく 4.5 メートルの長いはしごがあったから、あれも一階のところに置いてて、あそこまで立ちたいと思ってたので、土台作りはもうちょっと簡単になると考えております。うわぁ、だからこれが危ないんですね。これがあっても危ないんですよ。本当は一人でやらない方がいいけど。だからあれを準備してから白いペンキ塗って終わりですね。特にはビニールを貼ったんですね。ちょっとまあ水が入っちゃったと思うから、こういう変な色がなっちゃったんですけど、ビニールはものすごく高いんですよ。石膏ボード500円でこれが買えるんですけど、今はウッドショックで一つ一枚だけでほぼ3000円がするんですよ。階段登ってから、こっちには手すりになる。こういう部分全部吹き抜きになるんですね。これも取れる。どう思います？取った方がいいですか？こういう和風感を残したいと思ってたんですけど、どう思いますか？綺麗だよね。雨漏れとかもしないし。イーホー！ Ah, it's the teenage dirtbag.
Oh, I was in the way there. Sorry about that.
Thank you.